うちの夫はイケメンだ。少なくとも義弟の嫁にとって、好みど真ん中の顔。嫁たる私はすなわち敵。なんであんたみたいなドブスが。と、ものの見事に嫌われた。だからといってまさか、あんなことをやらかすとは。私の名前は夏目。夫の俊樹と5歳になる娘咲。義両親と一緒に暮らす会社員だ。長男である夫には弟正也がいて、専業主婦の嫁、美恵子と4歳の息子、甲の3人暮らし。家は車で1時間ほどの距離で、たまの週末には義実家に遊びに来る。事件が起こった日も、本来なら土曜日に一泊して、日曜の朝帰る予定だったのだが、なんと美恵子は息子と一緒に金曜日の朝に現れた。勝手すぎる。これで私より一つ年上の30歳とは。夫と義父はすでに出勤し、私も準備に忙しい時間帯。リビングにいるのが私だけだと知ると、嫁が働いていてろくな家事ができるの？お母さんはこき使ってるんでしょう。最低の嫁よね。俊樹さんがかわいそう。と、いつもの嫌味を口にする美恵子。彼女が陰湿なのは、こうしてこっそりと私をいびるところだった。ドブスのくせにどうやって俊樹さんをたぶらかしたの？あんた程度の女、この家にはふさわしくないわ。自分勝手に仕事して、家事もろくにできないダメ嫁が、ボロが出る前にとっとと離婚しなさいよ。とまあ、夫の隣に私がいるのが我慢できないようで、暴言を吐いては離婚を強要してくる。まあ、内容はあまり気にしていない。同居中の義母は私を褒めてくれるし、美恵子に嫌われた原因は夫の顔面だ。私には一切非がないし、好かれようとも思わない。そんな私の態度が開き直って見えたのか、振り返ってみれば嫌味を言われた時点で、夫や義弟に相談するべきだったのだ。女の戦いだから、などと我慢せず、美恵子にとどめを刺しておけばよかったと思う。いつにないクレーム対応に追われ、ぐったりと疲れて帰宅した私。義母からは、お夕飯の買い物は美恵子さんが留守番を頼まれてくれたから、一応なんとかなったわ。と LINE が届いていたが、まだ帰っていないらしく不在だ。予定外のことに慌てたけど、無事に週末を迎えられそうね。そんなことを考えつつドアを開き、目の前に広がる部屋の惨状に、え？思わず言葉を失った。カーペットには謎のシミがあちこちに広がり、その上には本やファイル、紙くずが散らばっていた。よくよく見れば、マジックで書いたような線も見える。何より私を凍りつかせたのは、開いたままになった切手のストックブックだった。一枚一枚丁寧にファイルポケットに差し込んだ切手は、無残にも塗りつぶされていて、元の絵柄は見えない。コツコツ集めたシール切手は、シートの残骸が残っているだけ。限定版のコレクションブックは、美しい切手台紙を切り抜かれ、切手そのものは剥がされ、失われていた。嘘でしょ？誰か夢だと言ってほしい。大事な切手のコレクション、私の唯一の趣味の結晶が、何者かの手によって破壊されていた。犯人は誰か。容疑者は一人だ。あまりに陰湿な破壊を見て私は直感した。リビングでテレビを見ていた美恵子に、どうしてあんなひどいことできるんですか？ショックのあまりそう叫んだ私。美恵子はニヤニヤと笑い、何のことよ、言いがかりはよして。としらばっくれる。あ、部屋といえば、息子があんたの部屋に入ったかもしれないわね。ほら、何にでも興味を持つ年頃だから。え？意外なことを言われ驚く私。美恵子の息子コウ君は、容疑者としてちっとも思い浮かばなかったのだが、確かに子供が部屋に入り、手当たり次第いたずらをしたと言われたらしっくりくる惨状だった。コウ君はおとなしくて控えめな子だけど、美恵子の隣にいたコウ君を見ると、彼はぎゅーっとそばにあったスケッチブックを抱きしめた。まさか本当に？コウ君、おばさんにその絵見せてくれる？その場にしゃがみ込み、にこりと笑ってお願いすると、コウ君は美恵子を振り返る。美恵子は顎で私を示し、うなずいた。
おずおずと差し出されるスケッチブックを受け取り開く。現れたのは見覚えのある切手や台紙のイラスト。切手の断片からできたお絵かきの群れ。コウ君、これ上手ね。そう言うと照れくさそうに小さくはにかんだ。私の剣幕に心細そうだった彼はまだ4歳。切手をシールか何かだと思ったのだろう。彼はお絵かきの材料に私の切手を使ったのだ。怒りの気持ちはなえ、悲しみだけが私の胸に残る。子供のしたことだから仕方がないか。そう思った私の耳に、三重子の耳障りな声が聞こえた。うちの子が部屋を汚しちゃったみたいでごめんね。子供のしたことだから許してあげて。は？キャハッと笑う三重子に、私の喉から重低音がこぼれ落ちた。我ながら短気だと呆れるが、悲しみは吹っ飛び、怒りの炎が再び灯る。何言っているんですか？子供のしたことは親の責任でしょ？そっちこそ何言ってるの？子供のしたことだから多めに見てあげるのが大人でしょ？それは被害者の私のセリフだろうが。叫び出しそうになったが、タイミングよく夫と途中行き合ったらしい義弟が帰ってきた。なんだこの空気。と夫と義弟が顔を見合わせる。三重子は表情を輝かせた。お兄さん、ちょうどよかった。夏目さんたらひどいんです。息子が部屋を荒らしたって、その弁償をしろって私を脅すんですよ。子供がやったことなのに。急に始まる三重子のぶりっ子劇場に、夫はぎょっと目を見開き、え、部屋を荒らされたのか？いや、私の心配をしてくれたようだ。お兄さん、そうじゃなくて、私、弁償をしろって脅されて。かわいそうななっちゃん。どのくらいひどいんだ。片付け手伝うな。三重子を完全無視し、夫は腕まくり。お伝えし忘れていたが、夫は顔はいいが、性格はやや、難あり。好き嫌いが激しいのだ。お察しの通り、三重子は夫に嫌われている。そして嫁たる私は、自分で言うのもなんだが、なっちゃん、と甘く呼ばれるほど夫に好かれている。お兄さん、聞こえていますか？あまりにうるさく呼びかけられ、夫は氷のような視線で三重子を射抜く。空気となった義弟は視界の端で、コウ君と帰宅のハグを交わしていた。部屋のありさまを見た夫と義弟。義弟はすぐさま頭を下げた。コウ君も見ているので頭を上げてください。弁償さえしてもらえば子供のしたことですし、それでいいです。なっちゃんの言い値を払うんだよ。わかっているよね、マサヤ。兄さんに言われるまでもありませんよ。全額弁償します。本当に申し訳ありませんでした。義弟の真摯な対応にほっと胸をなでおろしたが、なんでよ、どうして弁償なんて。子供のしたことなんだから多めに見なさいよ。とわめく三重子。バカなことを言うな。お姉さんの大事なコレクションを壊したんだぞ。部屋も汚してしまったし。親が責任を取るのが当然だ。なんなのよ、なんで。夫は義弟夫婦のやりとりを無視して私に弁償額を尋ねた。ざっと200万ね。漏れ聞こえたのか三重子が叫ぶ。え、今なんて言ったの？あ、聞こえてましたか。では200万円請求しますね。はあ、ふざけんじゃないわよ。200万なんてぼったくりよ。ズーズーしいにも程があるわ、この最低女。キンキンとうるさい暴言に思わず夫が前に出かかったが、ぐっと腕をつかんで止めた。最近私が集めていたのは84円の記念切手が主ですが、ダメになったコレクションの中には祖父のものもあったんです。私と違ってかなり希少で高額な切手も収集していて、祖父から譲ってもらった際、業者に依頼して査定してもらったのだ。バラの切手でも1枚1万円を超えるものは何枚もあったし、10万を超える値付けになった切手もある。限定版のコレクションブックは数冊セットだから、買い直せば10万は軽く超えるのだ。つらつらとそう説明し、鑑定書も取ってあるといえば、三重子は真っ青になった。なっちゃんのことだから、甥っ子のために
結構値引いたんだろうね。大事なコレクションだろうに。チラチラと義弟を見合って夫はしみじみと言った。なぜバレた？値引きが顔に出ていたのだろうか。お姉さん、慰謝料と合わせて300万円お支払いします。本当に申し訳ありませんでした。嘘でしょ？なんで額が増えるのよ。ふざけんな、この昭和の女。なんで辞退しないのよ。辞退って何ですか？というか旦那に謝らせてばかりで、どうしてあなたは親としての責任を取ろうとしないんです？それはさっき謝ったじゃない。笑いながらのごめんねは謝罪のうちに入りません。お母さんから LINE がありましたけど、留守番を買って出たそうですね。それなのにコウ君を一人遊ばせたんですか？一人で遊ばせてなんて。思わず出た言葉なのか、美恵子ははっとし口をつぐむ。一人で遊ばせてない？どういうこと？おそらく美恵子以外の全員が疑問符を浮かべたところで、みんなでおしゃべりずるーい、と可愛らしい声が割り込んできた。娘の咲だ。パパおかえり。ママパズル終わったよ。帰宅後、子供部屋を覗いたら、ジグソーパズルに夢中になっていた娘。そっとしておいたのだが、完成したようだ。抱きつかれて夫の顔は緩みきっている。ねえパパ、かっこいいお絵かきの本、さっきも欲しいな。コウ君がね、コウ君ママにね、もらってたの。ママのお部屋でね、これに書いていいよって。コウ君ママ、さっきに意地悪だから、お絵かき楽しそうだったけど、入れてって言えなかったの。娘の言葉に、ピキリと空気が割れる音がした。今、この子、とんでもないことを言わなかっただろうか。あんた、覗いてたのね。語るに落ちたとはこのことか。美恵子ははっとして自分の口を覆う。こう、ママのことは気にせず答えてくれ。おばさんのお部屋に入ったのは誰だ？僕とママ、入ろうって言われたの。義弟は優しく質問を繰り返す。コウ君のたどたどしい答えによって、美恵子の呆れた計画が丸裸にされた。私の部屋に侵入し、ストックブックを息子に手渡し、落書きをしていいと仕組んだのだ。ジュースをこぼしたのは僕じゃないよ。ママがいい香りがするからって本にかけたの。ヒッと引きつった声が美恵子の喉から上がった。何も知らない子になんてこと。何よ、あんたが悪いんじゃない。あんたがさっさととしきさんと離婚して出ていかないかな。いくら言ってもあんたが言うこと聞かないかな。大切にしているものを壊してやろうと思ったのよ。自分勝手なことをわめき散らす美恵子に愕然とした。ふざけるな。だからって全部子供のせいにして、最低女はどっちだよ。母親として絶対に許せないわ。俺がなっちゃんと離婚？あんたバカなの？二度とその面見せないでほしい。大好きな夫の言葉にとどめを刺され、美恵子はその場に崩れ落ちた。その後、義弟が美恵子と離婚したのは当然の成り行きだった。息子に人を傷つけることを強要したのは、母親として許してはいけない行動だ。私への賠償金は美恵子の支払いとなった。当然だ。彼女が計画したのだから。義弟が立て替えた形なので300万円の借金を抱えることとなった。義弟に聞いた話だが、コウ君は母方の実家で人気者だったらしく、美恵子は実の両親にも感動を言い渡された。話し合いで財産分与はわずかばかりの分配となり、そのお金でなんとか小さなアパートを借り、返済のためにせっせと働く毎日だ。夫が嫉妬するのでここだけの秘密だが、義弟もなかなかのイケメンだ。美恵子は夫に執着するあまり、その手にあった大切なものを失ったのだ。